1番、ね、丸を書きました、ね、円を描いて縫いました全体、ね、はい、でこれは部分的に一番できやすい部分をオイルを入れ込んでいきました。はい、では次に行っても大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ次ですね、4番。4番はちょっと見てください。ハートのマークが書いてありますね。はい、これは生まれる前からできるベビーマッサージのつもりでやっていきます。はい、じゃあ皆さんまたオイル、今度は手のひらですね、ここにたっぷり塗ります。はい、3プッシュぐらい出してください。はい、じゃあまた温めましょう。ね、温めるときって、今日の赤ちゃん元気かな？ね、男の子かな？女の子かな？ね、赤ちゃんとお話しして温めましょう。さあさあ。はい、じゃあ次いきますね。ハートのマークです。こういうマッサージになります。ね、でお腹の赤ちゃんって、まあ逆子ちゃんじゃなければ、こんな形で赤ちゃん入っていますので、こう赤ちゃんをくるむように外側から赤ちゃんをこうマッサージするようなつもりでハートのマークを描きます。はい、じゃあ最初はお腹の下に手を当ててください。はい、これも呼吸と合わせていきますね。まずお鼻で吸いながら手を上に持って、吐きながら手をおへそから下に下ろします。はい、行きましょう。はい、吸って。はい、吐く。はい、吸って。はい、ふー。ここから見るとこんな感じです。吸って。ね、お腹が大きい人はこう脇の方から大きくいきますね。はい、吸って、ふー。はい、じゃあ最後一回いきますね。はい、吸って、はい、ふー。はーい。4番、こちらハートマークできました。ね。もう臨月になるともう本当にもう皮下組織がこのくらい薄くなるので、もうすぐ赤ちゃんのね態度を感じやすくなりますね。その時にしっかりこうマッサージしてあげると赤ちゃんもねすごく落ち着いたいい赤ちゃんになります。